はい、というわけでやってきました演奏会の当日の朝。少しね、京都だったのでお寺に向かってみようと思いまっちょ。この寺は僕の住んでたというか今回宿泊してたホテルの近くにありましたので向かってみました。ゆっくりと散歩してます。朝起きた7時で顔がむくんでる。そして寺テンポですね。いいですね。美しい。趣深い。本当に思ってるかどうかは置いといて、僕はもうわからないので。おお、神々しくないですか？太陽の光と一緒に混ざってフォルテがもうマッチしてマッチョして、歩いて意外と長くて、歩いて、よいしょ、決まりました。よいしょ。というわけでね、ものすごく疲れてる様子です。これは演奏会の当日の朝、8時や7時ぐらいですかね。かなり早かったです。僕最近はね、もう結構もう生活習慣病じゃないかっていうぐらい昼夜逆転の生活になってしまったのでね、ちょっとね、眠かったです。絶賛皮むくんでますね。じゃあ、足を踏み入れてみたいなと思います。おっと、この何を話してるかというと、キングダムにね、ちょっと今、見えましたよね、と、やっぱこの寺が、っていう話です。わかる人いたらコメントください。僕最近キングダムハマってたので、その話をしてしまった様子ですね。え、階段上がって、まださらに階段あったの？みたいな感じの表情をしてますね。はぁ、疲れたよ、こんなに歩かせてどうするんだよ。演奏会前にこんなに俺自分追い込んでいいのか？いいんです。体力とね、精神力は結構ね、大丈夫な強い方だと思ってるのでね、まあ、どんどん追い込んでいきましょう。まあ、それはさすがにね、もう氷点下の中でピアノ弾いてみろみたいなね、そういう肉体勝負は結構難しいんですけども、まあ、このぐらいの軽い運動なら全然大丈夫です。まだあった、こんなにあったのと。昔の人はすごいですよね。こんなに、長い階段をずっと歩いてたっていうのをね、思うと、ものすごくね、尊敬できます。疲れた様子。よいしょ。一歩一歩噛み締めて、よいしょ。ってな感じですね。到着です。美しい。これは何百年前にできたってことを考えると結構やっぱ日本の歴史を感じますよね。すごいですよ。よく考えてみたら本当にすごいことです。だってこれショベルカーとか何も使わずに作った、クレーン車とか何も使わずに作ったってことを考えるとね、すごいですよね。おっと、お香が炊いてあったのでちょっと清めたいと思います。よいしょ。成功しまっちゃう。次はどこに行くのだ？朝からウォーキングです。意外とね、朝一だったのにな、数名ね、もう来てる方がいてね、びっくりしました。普通にこの寺が有名なとこだったのでね、かなり良かったです。美しいな。もう快晴。もう快晴ってことで熱中症になるかと思ったぐらい快晴でした。ものすごく暑かったです。まあね、このアテレコはね、今してるんですけどもね、これ終わったらちょっと感想でもね、ちょっと映像で喋ろうかなと思ってるんですけども、よろしいですか？あれでもちょ。まあこんな感じでね、かなり美しい寺でした。今日はこんな感じでね、多分映像がもう少ししたら終わるのではないかなと思うんですけども、その前にこれ見てみましょう。睡蓮？いや、合ってるかな？睡蓮？なんかトトロに出てきそうな傘、トトロの傘ですね。いやんということで、これがフォルテのお風呂に入る前です。ちょっと半端なく汗かいたのでシャワー浴びてきまっちょ。それでは、行ってきまっちょ！おはようございまっちょ。フォルテです。この動画では僕の今まで行った京都の思い出と、まあ、今後の今まで展開について話していきたいなと思いまっちょ。まず、京都の行った感想としては、もともと2泊3日で京都に行く予定だったんですけども、まあいいやろ、1泊2日でと思ってね、行ったらね、ちょっと想像以上にね、キツキツでした、予定が。で、まあ想像以上にキツキツだったんですけども、まあ僕としてはキツキツの方がね、こういう仕事をしてるから嬉しいんですよ。だってね、もうこういう仕事をしてるとね、まあ個人で仕事をしてるとね、やっぱ仕事がないとか予定がないってことが最も恐怖でございます。なぜかと言いますと、何をしたらいいかわからない、何をしていったらいいのかわからない、何も相手から必要とされてないっていうね、もうその状況が一番の恐怖なので、まあ予定は常に埋めたいなと思ってるので、カツカツにわざとしました。それは置いといてね、京都の軽い思い出なんですけども、まあ今回普通にね、寺に行ったんですけども、僕今まで寺とか全然興味なかったんですけども、まあなんか僕もちょっと大人になったんかなと思いました。っていうのも、その寺を見た時に、ああ、
こういう歴史背景があったんだ。ほうほうほう、信長様、ああ、豊臣さんみたいな感じでね、普通になんかちょっと思い出してしまって、ああ、いいじゃんとか思ってしまいました。いいじゃんとかなんですけどね。で、途中動画でね、キングダムについて言ったんですけども、なんかその寺を見ると中国の歴史をちょっと一瞬ね、思い出してしまいました。僕今、キングダムに絶賛ハマってて、ものすごくキングダムを全部アニメで見てたので、だからちょっとその寺を見た時にキングダムのその様子を思い出してしまいました。みんなキングダムって知ってる？すごい面白いけん、すごい、すごい面白いけん、見てみてください。まあそれは置いといてね。京都に僕思い出ってまだ2、3回くらいしか京都に行ったことなくて、で、初めて行ったのが小学校の時と、で、中、高校の、いや、行ってないか、大学生か、わからんけどね。まあそんな感じぐらいしか本当に行ったことないので、小学校の時は修学旅行で京都、奈良とかそういう形で回ったんですけど、まあね、その京都が結構楽しかったのが、寺回ったのはもちろんいいんですけど、まあね、寺ってやっぱ結構山が多いけど、疲れたイメージがあったんですけど、まあ僕はね、もともと結構食べるものが好きだったので、抹茶とかね、そういうね、京都に行ったのに抹茶のアイスを食べれなかったなっていうのが気がかりだよね。うん、気がかりだそうです。でね、ちょっと正直抹茶のアイスもっと食べときゃよかったなと思いました。あとなんか金箔ジュースとか飲んでみたかったなとか普通に思いました。なんでわかります？なんか京都って言ったら金箔と抹茶のイメージがあったので、まあ抹茶のジュースと金箔のジュースをね、ちょっと飲んでみたいなと普通に思いました。思いました。まあで、京都って言うとまあ本当にそのぐらいのしか思い出がないので、まあ今後ね、またお仕事とかで京都に行く機会があったら、その時はもうちょっとやっぱちゃんと時間を作って、ちょっとな、食べ歩きをめっちゃしたいなと思います。やっぱ僕はね、物を見て楽しむっていうよりも、なんかもう体の体内に取り込んで楽しむっていうタイプなので、まあぜひともそっちを重点的にやっていきたいなと思いました。今週末も奈良県で演奏会を開かせてもらうんですけども、まあ演奏会の前日にちょっととあるね、ちょっと仕事があって、イベントのその仕事で行って、その次の日演奏会を一緒に開いて、楽しんで帰ろうみたいな感じのね、企画をしてもらってね、奈良県に行けることになったんですけど、想像以上にね、自分の人生が早く回ってる気がするんですよ。っていうのも、なんかもともと始めた時半年前ぐらいの1月2月、1月末ぐらいに僕 YouTube 活動をか、まあ、始め出して、人生を考えた時、まあ3年間で、まあ、全然食えそうになかったら、音楽をやめて普通の仕事しようかな、音楽を趣味に変えようかなとか思ってたんですけども、なんかまあ思った以上に早く展開してくださって、まあ自分の人生がうまくいってて、今は。3年間で僕としてはしっかりレパートリーを作って、まあギリギリ食いつなげるんじゃねえかなとか思ってたんですけども、とかありがたいところにたくさん開かせてもらえるようになってきて、嬉しいんですけど、やっぱレパートリーを増やしていきたいなっていうのは自分の中でずっとあるので、まあ今後はね、ちょっとレパートリーを頑張って増やしていって、どんどんね、皆さんに披露できる機会を少しでも何回でもね、増やしていきたいなと思ってるので、やっぱ大量のレパートリーが欲しいんですよ。わかります？超絶技巧だったり、もういろんな美しい曲だったり、もういろんなレパートリーを何回もやりたいんですよね。まあ、じゃないと困るので。うん。でね、まあ、その YouTube としても、まあ、もともとの目標が、今年の目標が1万人だったのが、まさかの10倍の10万人に変化しちゃったので、まあ、欲張りちゃ欲張りなんですけども、まあ、もちろん成し遂げます。あと4ヶ月でどうにか、まあ、10万人は多分このまま、まあ、なんかもう一バツンと行けば多分行くと思うので、それを狙って、今後も頑張っていこうかなと思ってるんですけども、まあ、もともと僕のチャンネルが、音楽と人生みたいな感じでね、晒し上げていく予定だったんですけども、なんかこのままちょっとサマー開けた時に、フォルテ君はポップス、なんか手出さずにクラシックだけでやりないよと言ってくれる言葉もあったんですけども、まあなんかやっぱ音楽ってね、いろんなジャンルがあるからね、やっぱりな、生きてる間にいろんな音楽をね、ちょっとフィルター通していきたいなと思って、僕の体に音楽をね、もう浸透させていきたいなと思ってるのでね、いろんな音楽をやったりとか、僕の緩い人生のビデオ風景、人生を晒し上げていくって言ってたのでね、その人生を、まあ見せていきたいなと思ってるので、最近ちょっとね、音楽メインみたいな投稿になってたので、まあちょっと僕としてもまあ、それの方がね、もちろんね、いいとは思うんですけども、僕のなんかその、記録用にあまりなんかそのならないなとも思ったので、まあこういう形でね、定期的におしゃべりだったり、まあ自分の人生を晒し上げたりとかして、晒し上げるって言い方おかしいかもしれんけど、晒し見せていきたいなと思ってるので、まあぜひともこういう感じの動画もね、チェックしてもらえたらありがたいです。まあね、もちろんレパートリー増やすために練習時間も確保するんですが、まあ僕の人生としては、音楽をやる楽しい範囲でやりたいと思ってるので、やっぱどうしても、まあ、ゆるい感じになるかなと思うので、ぜひともお願いしまっちゃ。みーちゃん、むぎちゃん、バイバイして。にゃんにゃん！バイバーイ！バイバーイ！バイバーイ！
それでは、お疲れ様っちょ。